はい、それではラストですね。ついに星3馬石のついに生属性ミストドラゴンだったかな。ミストドラゴンはちょっとややこしくて途中でキリになるんで、まあちょっと時間かかるパーティーになるとは思うんすけど、キリ状態になるっていう時がちょっときついんでね、まあ闇なんで何とも言えないですけど、一応メンバーはこんな感じですね。いつものレム、ガウ、イースで、弟子くんっすね。で、レインズが、魔法なんで、そんな持ってないんですよ、技を、そもそもが。オバフロとオギしかないんで、まあ、死の宣告してオバフロ連打作戦になるかなって感じかもしれないです。まあ一応ダークゾーンとメモリー持ってきてるんで、まあどんな感じになるかってのはやってみないとわかんない感じですね。またダメだったらもしかしたらバーストのメタモルフォーで取るかもしれん。魔石も闇を固めてます。それでは行きましょう。カリナチェインス。ちょっと待ってくださいね。オバドラを発動して。で、行きましょうか。はい、それでは行きたいと思います。いつもみたいにハイアーマブレ作戦みたいなの使えないんで、どう行くかっすね。ちょっと待ってくださいね。戻ります。はい、それでは行きたいと思います。チェーンを入れるタイミングをちょっとずらそうかなと思ってるんで、まあ、新壁っすね。で、まずメメ持って、で、キリになられたら困るんで、どのタイミングでキリになるかっすね。どれくらいダメージ入るかっすよね、そもそもが。キリになってる時にチェイン使うのちょっともったいない気はしてるんで、なんとも言えませんが、まず壁やね。これはなんか話にならないですから。 OK で星に行くブロッといきます。で、そうね、超絶入れてもいいかな。弱いっす、言うて弱いっす。あんまり弟子くんの意味がなさそうな気がしてますが、早速オバフロ入れたるか。オメガドライブ、もうガンガン入れれるだけ入れていきましょうか。今のうちに下手に最低者打たないで、弟子くんは新壁と、そうね、あとはもうはい、やましときますか。あんまり意味のない作戦な気はするんですけど、ハイマジのは良かったかもしんないです。まあ S はで、イリスで超絶先入れときます。で、魔石も入れます。魔石はチャンレム、そうね、弟子くんで魔石入れます。で、どのタイミングでキリになるかなんで、夢の残骸結構入るんじゃねえとは思っとんすけど、チェインが入ってないからそうでもないかな。おっ、いいね、いいやないっすか。10秒で、あー、そっか、オッケーオッケーオッケー。と、魔石入れて、で、弟子組んでチェイン入れましょうか。レインズは基本オーバーフローでもいいかもな。あとはどのタイミングでキリになるかね。キリになられたら反射されるんで、腕が痛いんすよね。クース。マジかよ。早めに。いいね。奥義打ったのかな思ってますよ。
弱体チキなんで。そろそろキリになりそうですけどね。まだチェインも入ってない。ようやくチェイン使う、ね、そろそろキリになりそうな予感がしてるんで、ちょっと手を止めようかな。今で半分か。めっちゃ行く。ガウ行き過ぎっしょ。まだ OK なのかな。そろそろだと思っとんすけどね。多分。ですね。変わんのかな？変わんねえのか。どうなんす？そろそろ変わると僕は睨んどんすけど、そうでもねえのか。そうでもねえのか。あ、最悪。タイミング最悪ですわ。もうレインズ、奥義打ったり、奥義は打てないか。ゲージ溜めて奥義打ったのか。オメガドライブで一発食らいますわ。痛い一撃を食らう。バカ！最悪これ。耐えれるの？ですよね。いや、分かっとんやけどよ。実体荒らすときは倒しちゃうんです。いや、踏みとど、まあまあ、踏みとどが剥がれてるぐらいやったら、まあ、全然いっちゃいいんですけど。ちょっと待ってね。して。扇も打ってありますわ。で、死なないでも張り直します。いいタイミングで奥義入れれるんじゃないかな。進撃まだ早い気がするんですけど、ほんと霧が怖いですから。霧さんが、磯野さんが、その霧さんにめちゃくちゃビビってますからね。どれくらい、くぅ、きついわ。まあ、もう一度、踏みととか張り直せるか。早めの奥義です。どれくらい入れてくれるっけ。いいね。ナイス。めっちゃ入ったで。かっけえ。レインズすげえな。オッケー。間に合いました。また霧になる可能性があるんでね。ガウのコーナーとアビリティダブルがモロハの剣なんですよね、完全に。最低者入れても意味ないんで、もうハイヤマばっかしてます。ハイマジの方がいい気がするけど、まあまあまあ、ガーもダメージ入るし、あとはレインズも溜まったらオーバーフローと、あとは霧になるタイミングはどうかよ。でチェインも更新っすね。ほんときつい、冷たい霧が、霧ちゃんが多分イリス、まあ、あ、リッパーラッシュ。そうね、超絶撃てるよ。もう超絶撃てんと。そろそろ変わりそうなんすよね。なんとも言えんすけど。はい、や、まあ。チェーン貼り直すか。チェーンが入ってから、オーバーフロー打ちたいっすね。めちゃめちゃ立派らしい。いや、それ入れんのいいっすけど、キリになったら終わりよ、そんなされたら。リスキーすぎますわ。怖え、ガウで攻撃すんのが。今日降臨も最終フェーズなんで、きつい攻撃してくるでしょうね。いや、いいや。なんも意味がないっす。多分、進撃張ろうとしても。
いや、めっちゃ入れるのはいいっすけど、あとはレインズのオーバーフロー入れるか。いいね。さあチェインス、一応全員踏みとどが入ってるんで、まあリレーズも入ってるからパターンになってもまあ別にいいっちゃいいけど、次レインズのオーバーフローにかけますか。そろそろなりそうですけどね。でも手を止めない、攻めます。どのタイミング、もうキリかなこれ。オッケーオッケーオッケー、入った入った入った。ちょっとガウの超絶は日和りました。入れてもよかったっすかね。うえ、強っ。まだちょっと残ってるよね。怖えな、あれを削るのが。もうちょいなんですけどね。相手の行動を見てから動くか。OK。もうちょいやね。ビビらんで突っ込みたいんですけどね。キリにビビってます。ある手まで決まればいいんだけどね。ダークゾーンも怖えな。これで決まってほしい、正直。まだかな。冷たい霧。まだ OK なのか。いや、もう行きますわ、じゃあ。霧ビビリアン突っ込むわ。オッケー。よーし、一回だけしたね、気になってくれたら。もうレインズの奥義で、もしかしたらフェイズ飛ばしたかもしれないですね、奥義とオバフローで。いや、なかなかうまくいきました。これでついに、こちさん魔石を全制覇っすね。うまくガオを使うと、死なないでを使いない。あとは新壁っすね。チェーンがないとかどうしても、新壁がないと辛い感じなので、これからもう星4魔石になるんで、さすがに星4魔石になると、今のこのレベル、全員レベル99にしないとさすがに無理かなと思ってるんで、全員レベル99にして、で、アビリティも精錬ちょいしながら、で、そうですね、ガチャもちょっと引いたり交換はしていこうかなと思ってます。はい、ということで、今回はこれで、18日目にして、星さん魔石すべて制覇いたしました。次から星を魔石に行くんで、まあもうちょっとチーム強化してから、行けるところがあったら、ちょっとやってみたいなかはありますが、